風に吹かれて気の向くままにやりたい放題言いたい放題、大崎一万発ヒロシヤング、ウイチパチスロパチンコ何でもあり、万発ウイチヤング、もっと風に吹かれて。収録ホールは東京新宿区にあるコスモ高田馬場店、 JR 高田馬場駅すぐ横、設置台数はパチンコ167台、スロット148台、新台から人気機種まで幅広いラインナップでお客様をお出迎え。詳しい情報はコスモ高田馬場店ホームページをご覧ください。2人して北斗いた、表情を見るからに当たってはないですね。もう目がすんごいすんごいこんな感じだ。久々 AKB っていうのもありだよな。ちょっと俺 AKB にしてみる。まだ2万円なんで十分戦える範囲なんで。あ、もうパルルになってた。ああ、じゃあいいや。お前に街をプレゼントしよう。お前に街をプレゼントしよう。街もらっても何も美味しくないですよ。責任取らなあかんですよ、住んでる人に。そんな惜しくないわ。お二人の間に一体何が。ういちくんは AKB、 じゃあ地下へ行きます。銀と金、沼、沼もなあ。あ、タイガーマスクあったけど外れたかな。あ、まだあるね。G1 も当てたことないしな。戦国嵐ね、これが寝台ね。あー、 A 台があるな。折るちゃうのこれ、ちょいちょい折るからな。
まあちょっとお慰みに。これ雨だるま市ですからね、雨だるまですよ。たか黄色発展せ、あーそっちか、ということで、もっと風に吹かれておなじみトークのコーナーがやってまいりましたが、ね、どっかの番組で見たようなとこでトークを撮っていきますけども、うん、はい、とりあえずですね、あの日遊興が、はい、遊戯機アワード2013っていうのが3月18日に行われまして、うんうん、2012年の、まあ、ホールに貢献した機種ですね、で揃いまして、対象とかいろいろ決まりましたけども、これね、店が儲かったってこと、まあそういうことかなとは思っちゃいますよね。誰の投票とかで決まったんですか。いや、それ日遊興の協会、そのあれですよ、あ、中の話し合いで、話し合いか選挙か知らないですけど、話し合いデータとかじゃないんですか。じゃあ SIS の売り上げ高い順で、そうそう、そういうやつじゃないに近いだろうけど、うんうん、それだけでもないですよ、そのアイデア的なもんとかもあったりするんで、ね、とりあえずパチンコのね、U パチ部門1位は、まあ、アグネスラムと、で2位がリング、うん、リングアマね、で3位がこれ特別賞っぽく TOKIO デラックス入っておりますが、ふんふん、パチンコ U パチタイプ以外部門、このね、うん、部門の名前が引っかかるんですよね、意外部門、U パチタイプ以外部門って、これやっぱミドルとかマックスって手前的に U パチをまずグッと押さなきゃいけないっていうのがそうで、で U パチとそれ以外みたいな、そういうことなんだ、いや、うん、なんかそんな感じはしますよ ね、 ね、はい、とりあえずまあで1位は、文句なしなんでしょう、これ AKB っていうことで、うん、2位が太郎、うん、で3位が、魔界戦記、はい、ね、はい、という感じで、まあ納得な感じですよね。納得ですよね、はい、逆にこれ以外の機会が思い浮かばないぐらいですもんね。ね、うん、本当に。それでまあ一応だから、あのほらアイデア賞みたいなので、節電機能、いち早くほら、お客さん動いてない、打ってない台は、うんうん、画面黒くなって節電中ですってなった、うん、それ一番最初にやったっていうので、プレミアム海物語が、うん、特別賞、はい、でリアルタイムクロックの AKB が1位、はい、そうですそうです、うんうん、で、3位があのドキドキゲートのこれももうバカボンと、もう納得っていう感じですよね、これよくぞという感じなんで、うん、で続きましてパチスロータ部門、うんうん、ノーマルタイプが1位が、まあ、ニューアイムジャグラー EX、 ノーマルタイプ、まあ、A タイプだから U パチに相当する感じ、だからすごいね、あのノーマルタイプ以外部門ですからね、他がね、ちょっとパイオニア気の毒だよね。ねえ、だってチェッ、あの花々だって稼働いいじゃない。それはそうですよ、ね、なんですけど1位ニューアイムジャグラー EX、 2位がマイジャグラー、うん、これ2部門、ね、制覇で、3位がまあクレアっていう A タイプ、これはちょっと異論あるな、ここは異論あるわ、ね、ここちょっとバラエティだったじゃんね、これって、そうだよ、コーナー展開してる、ね、ボックスで展開できて頑張れてパイオニアの花々シリーズもあると思うんですけど、そうですね、うんうん、キングとかね、キング花々とかありますね、オキシロはノーマルじゃねえっていうことなんじゃない、やっぱり認識的に出ました、今名言何ですか、名言オキの時点で、オキスロはノーマルじゃないって でいいんじゃねえのってい う、うん、いうことかな、はい、まあ、それでいいです、それで、うん、我々としては、はい、はい、そしてパチスロ大賞ノーマルタイプ以外部門、まあ、メインどこですね、お1位バイオハザード5、あー、うん、これもまあ長期稼働ですよね、うん、で2位がバジリスク、これも納得のって感じ で3位が花の刑事、これはやっぱ抜けたからね、うん、あとまあね、ニューギンさんパチンコメーカードーンとね、これだけのヒット企業っていうところもあるんだろうね、はいはいはい、うん、ね、という感じで、でこっちがなんだ、特別賞、特別賞みたいなことかな、うん、1位がモンキーターン、これ2012年の第じゃないくないと思ったんだけど、うん、よくわかんないけど、
でも2012年ですよね。どうですか、ういちさん。もう1年前なんじゃないかなと思いますけど。はい、うん、まあ、あの自力解除型ゲーム数テーブル方式っていう、うん、まあ、後の代のね礎になった感じはありますけどね、うん、まあ、全ての代っていうか今流行ってる代全部モンキーターンの発展系とも言えるわけ で、ね、うん、ゲーム数解除があってその他に、まあ、広告収入レア役引いたら自力解除ゾーン行って引きが良ければそこからボーナス出てくるっていう感じのやつですけど、で2位が、自分だけの告知ランプマイジャグラー、うん、おへっこんどるやつの奥にな、うん、はいはい、あ、特別賞のねみたいですよ。もうちょっとやあれいいと思うよ、なんかすごい違うの入れてもなんかありますか。じゃあ後で聞きますけど、うん、まあ一応とりあえずは3位がエコ機能全般みたいなことに、うん、風当たり強いですからね、いろいろね、はいはいはい、というよう ようなこと、はい、ラインナップになっておりますが、はあ、はあ、記憶に残る有給表彰しました、ね、はい、で、まあ、今更ではあるんですけど、まあ、3人の2012年ベストの機種、うんうん、何でしたかっていう話なんですが、うちくん何？パチンコはやっぱ AKB、 そうだよね、相当打ちたもんね、うん、いやそれ誰も文句ないでしょ。打ちましたね、はい、実際打ったと。スロットは、そこですよね。いやだからこうやって考えちゃうぐらい薄かった、はあ、すぐ忘れますからね。だからよっぽど打ってると、はあ、強烈に残ってるんで忘れないじゃないですか、はあ、AKB スッと出たでしょ、はあはあ、そういうのがパチスロにない気がするんですよ。なるほどね。じゃあ大崎さんどうですかね。ゴッド神々ですよね、うん、そうだね、うん、あれはすごいよ ね、パチンコはまあ AKB でいいんですよ。やっぱ入ってないの、あ、そうだよね、ホールの貢献度も相当なもんがあると思うんですけど、うん、AKB、TOKIO で文句ないし、あとまあ、うんうん、太郎を入れたら大体決まりかなっていう、うん、ね、パチスロはね、ドキドキゲットも入ってるしね、ゴッド入ってないね。そう、パチスロはやっぱあの ART と言いつつの AT みたいなのが入ってもいいかなと思ってたところですよ。あの、だから、うん、鉄拳デビルから始まる、そう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 、通常時からリップ格が高くて、そうそう、30ゲーム回ってっていう、うん、これ入ってもいいよね、純増枚数アップのために、うん、あれでだからゲーム数とかがあると、うん、もう濃いゾーンと薄いゾーンがあるからもう消化ゲームっていうものが出てきちゃったからね。そうね、うん、この3000ほとんど何にもあったら自分だけの告知ランプを2位にするんだったら、はい、そのボーナス非搭載、まあ厳密にはあるんだけどね、あれボーナス全長中っていう定になってるから、はいはいはい、それによる純増枚数アップのゲーム性っていうのが入ってきなきゃおかしくね。なるほどね。こんなんどうでもいいっちゃ、いやだからあれですよ、その U パッチ的なものとかほら、うん、大事にしたいっつなんか意図があるんじゃないですかね。まあ、よくぞ洗い台作ったとは言えないってことですね。そうですよね。あと8192分の1以上の価値観を持たせたゴッドゾロイみたいな、はい、これも1位か2位入ってくるんじゃない。ねえ、8000分の1ぐらいのフラグっていろんな台にいろいろあるけど、はいはい、あれぐらいこうゲーム戦の中にみっちり柱としてね。そうなんですよね。引けるか引けんかみたいな。いやあれただのあの子役ですか、15万役ですかね。そうですよね。そうそうそう、だから U パッチとしてもいけるんじゃないですか。いやそれは無理でしょ。それは無理じゃないですか。僕はあれですよ、だからシステム的なことで言うとシンデレラブレードを、ああね、うん、お尻を叩く、お尻を叩くっていうのが好きだったのはまあ置いといて、あ、置いとく。いやいや、32ゲーム周期で何か起こるとかそういう、あ、それもそうだし、あとまあ一応叩く意味が出てくるっていうか、まあ、本当あれ一発で決まってるのはあって小出しにしてるっていう話もあるけど、いやあれ 98% か 99% じゃないんですか。何がいいな、ボタン、え、パチスローボタンで抽選できてたっていう、あれでも一発、あ、一発の方が抽選しちゃうのか、叩かずにでゲーム数ドンって出てくる。あ、そう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 、うん、あれもシミュレートして出してんのかな、なんでか分かんないけど、いつの間にかそのボタンを連打しろ、うん、1111151とかってなってんのが、ボタンで毎ゲーム抽選できるようになってたっていう、サブ基盤だからってことなのかな、あれは。あの北斗のは違うでしょ。北斗のは多分違うんじゃないかと思うんですけど、ね、うんうん、あのゴルゴもそうなんでしょ、おそらく。あ、アサルトラッシュの時に、ね、ゴルゴもアサルトラッシュ、パパーン、シャーダンダン、パパーンって。そうだからなんかその完全なるその後発表じゃない
ボタンっていうのが、うん、それをで出すべきだよね。演出として抽選しているように見せてるんじゃなくて、本当にお客さんが自力で抽選してる機能みたいな、うんうん、ねっていうのもあっていいんじゃないですけど、そういうとこだよね。なんかとパチンコはまあ納得なんですけど、あと去年でしょ、出てるな、去年、うん、去年ってモンハン出た年ですよね、うん、俺あれのマイスロー機能はもうぶっちぎりトップだと思いますよ。ああなるほどね、すげえ育ってたもんね。あれがなかったらマイスローを始めなかった人はめちゃくちゃ多かったと思う。なるほどね、その広めるっていう意味では、ね、そうそうそう、液晶の中のキャラクターのなんかこう自分なりのいじり方ができるっていうんですか、うん、普通ただ単にこう携帯の中でああレベルが上がっただのなんか手に入れただのってなるけど、別に打ってる時は誰の代みたって変わんないのが、うん、一人一人違うキャラクターで遊べたわけじゃないですか。北斗もそんなんやな。ケンシロウ、ケンシロウほら白い革ジャンみたいな趣味の悪いやつな、うん、あれ歌舞伎町であんな人歩いてたら嫌やなってそうそうそう、なあ、いやあのレベルだったのがものすごい分かれて、うん、あそうなんだ、へえ。あれエロスと連動できないの、なんかだから水着にできるとかさ、やろうと思えばいくらでもできると思うんですけど、ね、まあコストがその分半端なくかかるでしょうね、開発コストが、うん、で携帯サイトの方も連動させなきゃいけないから、あ尋常じゃなく人と労力がかかるの。でもそういう風になんかねこう変わってきたよね、うん、変わらなきゃいけないよね、なんか、うんうん、ゲーム性っていうのはそこも含めてのものになってきてるからさ、うん、そうそう、でもやっぱ見受けられますよね、クレアじゃなくて。いや俺普通にキングハナハナでいいんじゃないのって思うけど、これ意外だったら確かに本当にまあ面白いですよ、いやなんかクレアよくできてるよとか、ね、うん、ただジャグラーにこいらないんじゃないっていうのはあるよね。そうそうそう、確かに確かに、でこっちにも入ってますからね、マイジャグラー何なんですかね、そうなのよね、この北電子ビーキみたいな感じがね、うん、実際数字の上でっていうのが見えないからこれなんか変ですね。そうだね、オキスロがどの辺の位置にいてだからクレアだっていう、その理由付けが分かんない、うん、だって台数だって稼働だってパイオニアの花、うん、の方が絶対一連の花々の方がいいと思うもんね、うん、そうね、はい、まあということです、はいはいはい、ノーマルで当たんだよね。
1500円。これね30個以上回ってますよ。普通の当たり。100になればラッシュです。残念、97。左打ち。だるまを笑わせろ。あげるの62%だからね。笑い子にやろう。笑い子にやろう。ああ、微妙な半笑い。残念。あ、また。あ、上がった。当たりました。突破です。これ60回転は確変ってことやね。頑張りますよ。見た今見た見た見た、こんなかこんなかこんなか、さらっと今モザイク柄みたいな、さらっといきます。これはちょっと当てたいところになってきたで。
頑張れ。2連勝目指して頑張ってください。キャンソンみたいな。2連勝目指して頑張ってください。決まった。裏ボタン。これご飯いけないじゃない。保留あったよね。ダメ、まあ、あんまよろしくない。右を狙ってね。たまちゃん、たまちゃん出したよ。おめでとう。次回もお楽しみに。豪華タレントたちが多数出演、人気テレビ番組が YouTube で見れる。充実のラインナップで配信。毎週月曜配信、ウイチとヒカルの面白いテレビ。毎週月曜配信、ゼニゲバ。毎週水曜配信、逆転毎週木曜配信、魚拓男性の月とすっぽんぽん。毎週金曜配信、どうにか貧乏家族。さらにオリジナル番組未公開シーンも定期で配信予定。メンバーシップに登録して限定動画を楽しもう。リクエストもどしどしお寄せください。サイト7TV。